えー、こんばんは、マスタートです。えー、農家との編集でお送りしています。1分間予約。今日も情熱草3年のニースのトラから、えー、党知事選カウントダウン。浜田、あ、この、ね、氏、えー、参議院、えー、議員、蓮連邦氏と、うん、松野氏、枝野氏ですね。枝野氏の演説は、事前運動の、うん、この、要素を揃えている、国会、えー、質問、立憲民主は、公選選挙、 法違反の条例、えーえー、この大量の看板自治体、えー、困惑ということで、えー、東京都統治選、えー、本当に、えー、この注目を集めていますね。今回のこの金とその政治のお金で本当に、えー、このまあ、 静岡県ですね静岡そして、えー、この島根県の補選そしてこの押田元の,この岸田首相の区の、えー、長かな市長選でも、えー、この厳しい、えー、この自民党の風が逆風が吹いてますけど、えー、この蓮舫氏この反自民、えー、この反小池で掲げてますけど、えー、この、えーまあ、立憲民主党この、えー、責任ある 与党野党であってほしいと願いますね。えー、本当に、えー、前回のこの、えー、まあ、あ、えー、国家、えー、国政とは違いますけど、えー、この、ね、ジョネさんも、おこの、 前回応援して,いてきたけど、失望したということで、お友達の多くが、まあ、立憲民主党ですけど、まあ、良い民主ですね。国民民主、また、医師の会といろいろありますけど、責任あるよ野党であってほしいですね。立憲民主党にも責任ある野党でしっかりえ頑張ってほしいと願いますけど、はい、最後にこの、 自民党もしっかり頑張ってほしいですね。与党、責任ある与党で。はい、えー、そういうことで、えー、どうなるか、あこの、注目されますけど、はい、えーえー、ちょっと、もう、まあ、大まかな、この、 に、えー、説明になりましたけど、はい、えー、ちょっと、おもう一回、えー、このサムネ説明欄を得て、えー、コメントしていただきたいと思います。当知事選カウントだ。浜田、あこの、佐藤氏かな。佐藤参議院、えーえー、蓮舫氏とお枝野氏の演説は、えー、事前運動の要素を揃えていると、国会質問、えー、立憲民主はあ公,公,公職選挙を 法違反の常連、大量のカバン、自治体、えー、困惑、立憲民主には責任ある生徒であってほしいですね。はい、マスターとでした。えー、マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。えー、また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の1分間予告でお会いいたしましょう。マスターとした修言列、パシャンプルシャロム、シャロム、シャロム。